ゆういちさんに何かお伝えすることがあったら、はい、カメラがないんで、はい、できれば左手を外していただけると、あ、やりにくいと思います。あ、俺大丈夫ですか？大丈夫です。レフティ大丈夫、バッチリ映ってます。レフティーハスなんで、出入りの話だけど、今の1枚目の話をしたから、2枚目の範囲は安パンになるから、ああ、それは優劣は変わってくるけど、はい、部分にハマるから、とりあえず全部、2枚目を切っていくという話を聞いて。今の手紙どんどん言っていくわけで、作業取っていこう。一つだけお願いくださいまして、なるべくここを飛び出ないようにしていただきます。そうです、ちょっと小さいんですよ、ね、そうなんです、最新機種、うん、みんなここから出なければ、はい、ここスムーズにいくっていうのが考えなので、はいはい、そっち側だけ、左側だけ。
無筋切るなってことは、ションパイの自敗も切るなってことだよ。あ、切っていいですか。なんや、何切っときゃよかった。それ切っていい。あ、それ切っていいですね。テンパってたよ。いやいや、みんな早く回り落ちたいかなと思って、ちょっとその辺の話を取り上げたけど。どうだ、切っていい。切っていい。切っていいですね。自敗は筋はない。なんや、最終的に打っちゃいかんない。最終的には打っちゃいかんないけど、今振るよは。ああ、隣と隣を引いたときに、そのまんま切らんっていう自信があるんやったら切っていい。次、これをどうかもしれません。あ、そうなんですね。置いていったけど、それに4ブロック。まだ上がりようかなって超えちゃうから、ね、やりすぎやる。上がりには向かって、ごめん。上がりには向かってた。
方に怒られるスタンスでいいですか。あ、そうですね。怒られて。そんなもん。世の中。本当はダメだけど、ビーチの、あの、筋っこくあるからダメだけど、まだそう、今のさっきの、もう一回これ行かなきゃいけないですよね。まあ、そんくらい行っちゃうんですか。それ行ってもいい気持ちはあるけど、はい、ダメ。じゃあダメですか。かねるね、それを行ったところで、あなたが上がれる確率って、電波がどうしても確率って、ほぼないよっていうのを分かったんですよ。こういう、かねるに一番押したとしても、やっぱり平地さんがこのリーチに追いつけ、うん、リーチって言われたら、何チャンネルこれ何チャンネル無理よこれで、こういうのを言ってほしくない。あ、それ、なんですか、こういうの言っちゃうよ、はい、こういうの今回は言っちゃいます。そうそう、こういうの言って意味に言ってもいいけど、うん、ダメ、ダメ、一生強くならやっぱり難しい。でこれやったらね、分かるよ。今度、何十目ぐらい自分が追い出さないかな。あ、これドラドラ、あら、ごめんなさい。ドラドラ。今日って8本か。1万2000です。1万3か。強い。1万2000です。感情がいい感じに壁になっちゃう。感情でジャンプが通り出す。うん、言ったんだよね。そうそう、並んでたから。言ってたから。あ、
作らないと。うん、ああ、そうだね、クッキー。
ってるけど。ほい、でもダメない。いいけど、サンドでいいけど、言うけど、そう、絶対忘れじゃないけど、ね、そうなんです。テンパ取ったら絶対忘れる。テンパってないの。まあまあ、そうですよね。どちらと強い、うん、押しすぎなのも、拒絶するためにそういうだけであって、うん、降りることができる、うん、降りれるんだね、そんなにね。
明らか切ってる感じじゃないですよ、それ。それでチョンボって言われたらどうするんですか。ロン。椅子、椅子、いや、いいよ、いい、いいですか、高い椅子もありますよ、
左利きでありがとう。でもどうしよう。思い切って自分で持ってきます。ビッグやね、ホリエモン。重力に逆らわないか。そう、踏み木の、いや、あるはあるんですけど、めっちゃ、そうなんですよ、重いんで、あの、踏み木のやつを、持ち合わせていいな。いつも今度から自分の持ってくるんで。あ、ちゃんと持ってくる？自宅から。そうそう、踏み木も今、自宅からちゃんと持ってきようけんさ。一人、持ってきてくれれば。させられてんだろうって思ってると思いますけど、お二人教えますからちゃんと。今何してんだろうって思ってください。こんな麻雀じゃないなって思ってるかもしれませんが、
るの見なかったということで、この曲が最終曲になります。絶対ダメで、絶対リーチラン、絶対リーチラン。ダマで落ちますんで、すいません。あ、どうぞ。はい。もう。僕せんよ。絶対いらんね、これ絶対リーチラン。これ最強位戦の本番でやったら、もう多分叩くもん。かけなきゃダメですか？え？かけなきゃダメですか？あ、いや、かけんでいいよ。だってもう、ああ、分からん。時間との勝負やけど、あの、オーラスまで打てるんやったら、それかけたがいいよ。